美しきガラテアは、フランツ・ホンスッペによる全一幕のオペレッタ。ジャック・オッフェンバックの美しきエレーヌに対抗した。台本はギリシア神話から題材を得たポリー・ヘンリオンによるもので、1865年9月9日にウィーンで初演された。全国ラジオネットワーク加盟33局の共同制作番組ニュースパレードにおいて、1959年5月1日の放送開始から1978年に変更されるまでオープニング曲としてこの曲の冒頭部が使用された。美しきガラテアの一場面彫刻家ピュグマリオンのアトリエにて、ピュグマリオンは外出していたので、召使いのガニメートはワインを飲んで、上機嫌であった。そこに、美術収集家のミダスがやってきて、制作中のガラテアを見せろとガニメートに頼む。ダメだと断るガニメートであったが、結局は買収され、ミダスにガラテアを見せる。ミダスはたちまち、ガラテアの虜となり、私のガラテア物語と歌う。そこへピュグマリオーンが帰ってきて、ミダスを追い出す。ピュグマリオーンはガラテアを自分だけのものにしようと思っていた。思慮分別があり、美しく上品なガラテアはピュグマリオーンの理想の女性としての資質を備えていた。しかし、彼女にはたった一つだけ欠点があった。それは彼女が石の彫刻だということである。ピュグマリオーンは美の神ウェーノスに頼む。ガラテアを生きた女性にしてほしいと。そして、ガラテアは生きた人間となり、ピュグマリオーンを感嘆させる。人間となったガラテアは、不思議なことが起こったとワルツを歌う。お腹の空いたガラテアは、ピュグマリオーンに食べ物を求める。そしてピュグマリオーンが買い物に行った留守にガニメートが現れ、ガラテアと恋の火遊びをする。そこへ、ミダスも現れ、ガラテアに宝石を与えて、彼女を飾る。帰ってきたピュグマリオーンは、生きたガラテアが、理想の女性などではなく、他の女たちと一つも違うところのない人間である、ことを知る。すなわち、生きたガラテアは、気分屋で、気位が高く、衣服や装飾品が好きで、虚栄心が強く、不実と、女の、あらゆる欠点を備えていると知ったのだった。ピュグマリオーンは失望し、ゼウスに頼んでガラテアを、再び石像に戻してもらう。ピュグマリオーンは石に戻ったガラテアをミダスに売り、ガラテアはすべての女性を愛する、この美術収集家のコレクションに加えられる。ありがとうございます。